前はいいぞ。久しぶりです、筆頭。お前がもう一人の坂本龍馬だったのか。その顔はほっとしたってところですね。何？あなたはここに竹地先生が待っていると思っていたんじゃありませんか。お前の目的は何だ、伊蔵。どうして俺の名を語り、こんなことをしている。どうして竹地を裏切ったんだ。竹地とお前の間には深い絆があったんじゃないのか。裏切った？私が？ああそうだ。新選組に捕まった後、土佐に戻ったお前の自供が原因で竹地は切腹させられた。だがあの時、新選組に捕まることもその後のことも全て最初からお前は見越した上で動いていたんじゃないのか。それじゃああなたは私が竹地さんを山内陽道に売り、こんな計画を仕掛けたと、そう思ってるということですか。ああ。本当に？何が言いたい？あなたは嘘をついている。心の底では竹地さんがもう一人の坂本龍馬だと確信しながら、それでもなお竹地さんがあなたを裏切ったという事実を認めたくない、そうなんでしょう。あなたは怖がっている、真実を知ること。いざ決着をつけましょう。私は斎藤はじめじゃない、本物の坂本龍馬と戦える日をずっと待っていた。私はこうしてあなたと戦えればそれでよかった。もう一人の坂本龍馬に命令され、近藤勇を殺し、こんな状況を作り出したのはそのためです。勝負をすれば全てを認めるということか。ええ、悪い条件ではないはずです。いいだろう。これで終わりだ、伊蔵。俺は人斬り伊蔵としてのお前の人生に終止符を打ってやる。来い、伊蔵。行くぞ。
いいですね。私は結局私はあの人にとってあなたの代わりにはなれなかったってことか。竹千は兄弟は生きているんだな。あいつがもう一人の坂本龍馬なんだな。あの人はあなたを待ってます。ずっと竹地さんはもう戻れないところまで来てしまった。あの人を止められるのはあなただけ。いざ私はあの人の兄弟にはなれなかった。あなただけなんです。あの人のすべてを受け止められるのは。いいぞ、しっかりしろ。いいぞ。竹地さんは今日にいます。だから分かった、必ず俺があいつを止める。よかった。兄弟、お前の目にはこの空がどう映ってるんだ。新選組を抜けるつもりですか、斉藤君。土方、総司から話は聞きました。あなたがここに来た理由も本当の名前も全て。そうか、逃げんのかい。
はじめちゃん。逃げる。せや。確かにはじめちゃんが新選組におる理由はのうなった。せやけどな、仲間残して一人で何もかも抱え込んで戦いに向かうんは逃げるっちゅうことや。人とつるまんと一人でやる方がかっこええ。せやけどそれじゃあかんねん。戦いっちゅうは誰かと一緒にやらなあかんねん。どうしてだ。人間大事なことをするときは誰かに見ててもらわなあかんちゅうことや。共に戦い、共に考え、共に悲しみ、共に喜ぶ。そうやって時を同じくすることで事実は人から人へ伝わり、歴史は作られていく。せやから近藤局長は最後まで新選組という仲間を捨てなかったんや。だが俺はこれ以上新選組を巻き込むわけにはいかない。ここから先は坂本龍馬という一人の男としての。それがどないした。坂本龍馬一人の戦いのために新選組が戦う、それでええやないか。起きたな、新八。ああ、俺にとっちゃそれが局長と共に生きるということでもあるしね。長倉。土方。それに坂本さん、あなたの斎藤をはじめとしての仕事はまだ残っているようだ。仕事。近藤はそこに最後の策があると言っていたが。近藤勇は死んでも死なんか。お待たせしました。しかし昨晩は大変な一日でしたな。しかしあの近藤局長が京の町を焼き払うなどという奇抜な考えを持っていたとはね。いやはや逃げ惑う人間を燃やすというのもあまり気持ちの良いもんではありませんな。今日はやけに饒舌だな、伊藤君。いやこれは失礼。で、今日は一体何の話なんです？新選組の今後について話そうと思ってな。昨晩の今日の大炎上、奉行所の方からお取り調べを受けた。新選組の仕業ではないかとな。まあそりゃそうでしょうな。だがしかし、あの大火事を起こしたのは十番隊隊長原田佐之助の独断によるものとしてことを済ませた。ふん、都合よ死んだ奴に責任なすりつけるちゅうわけか。考えましてね。いや、実際私に掃除、長倉に斎藤君の4名は放火に関わっていない。放火に加担していたのは参謀の伊藤さんに、原田の10番隊、それに武田さん、あんたの5番隊だけだ。ああ、私たちは昨晩の局長からの指示が近藤さんのものではないと分かっていた。君たちは知らないかもしれないが、近藤さんは実際今日の町に火を放つ計画を持っていた。だが
その計画を実行する際の合図がなかった。だから町に火をつけるようなことはしなかったんだ。合図？ああ、新選組の解散。それが何だ？近藤さんは江戸遷都計画という計画を長年考えていた。だがその実現は新選組のごく一部の人間、自分が信じた人間とのみ行う。だから昨晩の放火は局長が指示したものではない。私たちはそう考え。そうですか。責めるつもりはない。君らは放火が局長の指示と思い込み、まあ参謀らしからぬ少々浅はかな行動とは言えるが。まあいい。それで今後の話というのは。山並、松原、谷、鈴木、源さん、それに佐之助、半数の隊長格を失い局長も不在の今、新選組をこのまま続けていくことは難しいと考えている。それは確かに。だから私は局長を、斎藤はじめ君に託そうと思う。何やと？斎藤君、どうかね。慎んでお受けいたします。ちょっと待て。そない青な話やるか。何か問題でも。斎藤はちょっと前に入ってきたばかりの新参者やないか。そないな奴が局長やなんて納得できるか。新参者でもええやないか。はじめちゃんはここにいる誰よりも強い。強い奴が頭を張る自然の成り行きやないか。起きた。伊藤は一ついいかね、副長。何でしょう。確かに斎藤君は剣の腕が立つ。それは私も認める。しかし新選組は幕府直属の権威ある武力組織。その局長は知識、教養、道徳、見識に長けた人間が務めるべきだと思う。それは一理ありますな。近藤局長はその全てを兼ね備えておられた。だがその局長が不定老死に切られ死んだ今、これ以上新選組の名を地に落とすようなことはできない。新選組次期局長はこの伊藤貸し太郎が引き受けよう。これは新選組を最後まで守った近藤さんの意志に報えるためだ。そうや、伊藤さん以外局長は考えられん。それはちょっとおかしな話ですな、伊藤さん。何がだ。私は近藤局長が死んだなどとは一言も言ってませんが。さて不思議な話だ。私は局長が不在だと言ったまでです。それは毎度のことだったはず。なのにあなたは死んだと言った。しかも不定老死に切られたという理由まで付け加えて。何を言ってるんだ君は。近藤局長は生きている。それとも伊藤さん、あなたは私たちが知らない何かをご存知だということかな。くぅ、答えられない。ということは
認めるということかな。どうやらあんたには坂本龍馬って男の息がかかっている。わかったな、土方。ご安心ください。ここであなたが粛清されても新選組は続きますよ。近藤勇局長体制のままずっとね。くぅ。参ったな。新選組を抜けるときは死ぬときだと思ってたのに、こんなお別れになるとは思わなかった。平助、今伊藤さんを殺されたらいろいろ困るんだね。平助、お前さあ、ここを通してもらおうか、副長さんよ。てよく新選組を奪い取るつもりだったが、仕方ねえ。だが大使はまるっといただいていくぜ。裏切る手はずも整えていたか。今日から俺らは五稜絵師という新たな組織として独立する。新選組の役割はもう終わったんだよ、土方さん。金にならねえ組織に人は集まらねえ。隊長閣4人、残り少ない大使たちと一緒にせいぜい頑張るんだな。それじゃ。